電話の感じやったぞ、お前。どこ向かってですか？いや、徳島。なんでインターハイちょっと見に、徳島に行きます。インターハイでもやっぱ興味あるんすね。まあ、高校サッカーで全部興味ある。サッカーのカテゴリーで、高校サッカーが一番好きってことですか？高校サッカーと小6バスケ。サッカーじゃない。が一番好きやる。おう！なんか、その高校サッカー好きな理由は？やっぱ、あっこが一番自分の人生で青春やったから。仲間との涙とか、うん、そういうのがやっぱ外から見たら逆にどうなんかなと生でそういうタイプなんや意外と地形持ってる。じゃあ高校で一番その青春やなっていうエピソードなんかあったりする？あ、違う、え、俺高校で青春ないの？あ、ないから見て取り戻したそう俺高校で青春じゃないから。なんでなん、その女の子と付き合ったとか。あ、違う、豚箱やったらそれ誤解する人おるよ。豚箱は刑務所や思ってる人も。いや、刑務所よりひどいから捕まれなかったよ。あ、そんなひどかったよ。そんなにひどかったか。なんかじゃあミニエピソードみたいなあれば。あ、だから俺が1年の時の3年生の先生出てたんよ、めちゃ。まあ、出てたけどスローインで相手にパスして点決められて親の前でボコボコにされたえ、そう、ボコボコって言ってもあれやな、腹パンとかで。あ、違う、じゃなくて、最後、挨拶した時だから、こうやって、その、人工芝の栄養のないの白、うん、あれが真っ赤に染まったあ、クローズの血の出方してたからな、こう、口切れるやつ。青春すぎるな。僕が青春やねん、豚箱以上も。メンバーを紹介、今日インターハイを一緒に見るメンバーを紹介します。まずはりょうくん、お願いします。楽しみです、高校サッカー。りょうくん、注目校は翔平高校です。あの、優勝予想。はい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 。だの翔平の誰？あ、メンバーは誰一人わからないんですけど、はい、そういうこと、皆さんそういうことですよ。そしてもう一人紹介します。ちょっと朝から運転しており、してもらっております、エンケンです。おはようございます。朝早いからってみんなで夜にエンケンの家泊まってエンケンの家から出発したんですけども、朝りょうくんとシャワー浴びてたら、あ、びっくりしたな、りょうくん焦ったっすね。うん、あの、洗面所フットサルできるぐらい広いやばいやどんな家思われるみんな。いや、俺らフットサルシューズ持っててなかったから持ってきたらできた。できた。ほんで風呂入ったら11人制できるやん。あれ言うといてくれよ、頼むから。やばい。みんなどんな家を。なんかたまにある町とかで大きい子の家みたいなあったら、多分表札見て炎上って書いてるから。ということでこの3人で、見ていきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。本社行きました。あ、はい。おはよう。インターハイすごない人めちゃくちゃおる。さっきからもう何ピストンもしてる。いや、もうほんまに知る男優ぐらいピストンしとる。知る男優、ほんでピストンしたあかんの、出てまうからすごい。誰も触らんとそのままパーにです。
今のはスーパーや。鳥肌。えぐい。追いついたちゃうわ。逆転。これが高校サッカーです。あるんですよ、全然。えぐい。すごいな。鬼のアップセットです。ドラマが始まりましたよ。青森山田負けた。びっくりしてるやろな。素晴らしい。俺の予想青森山田やったから優勝な。2回戦か。早いな。なんと初戦敗退する青森山田は。シード出てきて負けたよ。うわー、これが高校サッカーやな。つらいな。つらいし、ハッピーやね。ドラマが生まれますんで、みんなでサッカー応援しましょう。次の試合も楽しみです。エロいやつには武士もエロいのが集まってくんねんな。お前の背中で交尾されてるんだよ。ここで新たな命が誕生しました。それも向かいたい。それじゃ山田も負け、まさかの上村もびっ
くりしてる。やっぱりみんなやっぱ期待してここが勝つ、ここが勝つって予測してるのを裏切るのがやっぱ高校サッカーやと改めて思いました。で、一船も負けたやろ。もうだからどこが勝つか分かれへん。こっからが楽しみなんですけど、我々はもう西2回戦までになりますね。あとはもう別で見るんですけども、このなんかこういうインターハイとかもテレビ放映してほしい。選手権だけじゃなくて、うん、めちゃくちゃおもろいし、いっぱいあって今回のロングスローもまたやばいやん。刻んで刻んで選手権でロングスローができるわけ。今日のすごかったの、徳島と焼いたの。そういうので新しく高校サッカーもなっていってますので、インターハイ追ってから選手権、これまた選手権ではまたこう負けたチーム勝ったチームも別物のチームになっていると。はい、進化します。もちろん完全に進化するんですけど、インターハイ経て高校サッカー、選手権になります。1個目の全国は終わりと言います。もう青森山田インターハイはない、残念ですけど。神村学園ももうない、一船もない。すごい残酷です、高校サッカー。ネタリが、どこ行きます？飯。ヘイシリー、徳島のさ、なんか酔ったら食った方がいいみたいな、なんか飯屋とかさ、なんかあったら教えてほしいけど、俺知らんねん。俺やめとこしいた、うんうん、聞き方間違ってんだよ梅ちゃん。おい梅ちゃん、おいちゃう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 、シリの使い方知ってる？どこで無視しとんねんこれ。ちゃうちゃうちゃう、釣れちゃうねんシリは。いやパンケーキ調べろ言うてちゃうねんこれ。おい聞け聞け聞け、話を返せ。こっちの話聞けよ。Siri の使い方間違ってるって。Siri って AI やろ。 AI やから分かりやすく言ったらんと喋ったあかんねん。こいつ、なんだ俺の iPhone だけで、なんや通か俺 iPhone。 ダメとこシーター、シラスどうやろ。料理長のおすすめ行くべきか。うわ、2180円。どうする、みんな何食べても、おのおので行く。いや、え、え、おのおのなわけない。かかって聞いてる、かかって聞いてる。あ、なんかじゃんけんとかで、ボンバー、ボンバーボンバーで行く。ボンバーあれやったらただで食えるって聞いてるけど。あ、ほんますか。ボンバーする。りょうくん、じゃあボンバー。どんな決めかな。順番で、うめちゃんから時計回り。大丈夫か。え、りょうくん、それ何？え、ゲンナマ？財布っすか？財布それ？俺、なんか違う。うん、俺そんな高いやついけへんし、全然かわいそうやし、うん、領収書をご入り、あー楽しいですね。うず塩やんけ、味噌汁。味噌汁、うず塩でできてんやん。この魚すぐそこで取れたやつやん。めちゃくちゃ渦巻いてる。これはうまいっすよ、これ。めちゃくちゃうまい。なんか俺のだけちょっとでかい。うめうめチャンネル。